はいどうもズボンですよろしくお願いしますこんばんはよし日曜日だぜはい。ということで皆さんたくさんも来てくれてありがとうございますね。実はズボンのバスケ初登場バスケが好きすぎる女優なぎささんことなぎ渚ゃんに来ていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますついにズボンのバスケ初登場させていただきましたお邪魔しますズボンさん もうね毎週おしゃべりしてますが、そう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  <laughs>、はい、もう彼これどのぐらいやってのあれもうダイナーって、二年ぐらい一緒にやらせて,てもらう、いや二年以上やってるでしょ、二年以上やってるか、うんうんうん、そうですね、<う>コロナの時からな二年以上だ、そうそうそうだ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 、<え>うんうんうん、や不思議ですよね。ね。<laughs> なんか今までなんで言わなかったのいい、ね、そうでもまあちょっと渚さん呼ぶと事故るかなって僕思ってたからいやいやいや,いや今日始まる前からジコりかけてましたか <laughs> いろいろ <laughs> はい皆さんありがとうございますちょっと僕と渚さんの声のバランス大丈夫ですかすどっちかがでかいとかどっちかが小さいとかあったらぜひ教えてください、ね、すいませんでちょっとね皆さんいつもよりもちょっとねチャット拾えないかもしれないですけどねめげずに書いていただけると拾していただきますはい、はい、見てます はいえーということで早速渚さんね何者なんだお前はっていうふうに多分思ってる人もいると思いますんで、はい、紹介させていただきます <laughs> はい、はい、おー、ね、ありがとうございます、はい、なんですかこのあのひまわり畑みたいなところのなんかこのバカンスみたいな感じの写真は <laughs> ねえ農業行ったみたいな感じになってますけど <laughs> <laughs> はい、めちゃめちゃ家の近く。あ家の近く,の近くなんかどっか行ったのか <laughs> 旅行先なのかなとか思って、ね、えっれ、ねえー、まあさっきも言いましたけどバスケが好きすぎる女優ということで、はい、えと女優業としましてはて、ね、<laughs> 直近というか、ね、ち,ょちょっと前にやった月9の、ね「うん、ナイト・ドクター」っていう、はいうん、あれ誰が主演だっけあれって。 あれは田中圭さんと春さんです。田中圭さん春さんのやつにちゃんとね役柄があってセリフもあってみたいな感じでね出てましたね。あの時大変そうだったね本当にね。いや本当にあの時スケジュール合わせられなかった。はい本当に合わせられなかったですね。もうご迷惑おかけして。はい。ひ日の出をよく見てましたあの日はあの頃は。はい。 でトラップがあるっていうね、映画にも出ていて、これ d. V. D. も出てますよね。はい。北原理恵さん主演で秘書役で、私ね。北原さん。ちょっとこう。はい。秘書なんですよ。はい。姉御的な秘書役で入ってました。秘書役とさ、だからさ、えとナイトドクター看護師役でしょ。はい。なんかもう僕らとやつっちの時から。マジでスナックのままだと思ってるからさ、僕は。さいやいや、やめてください。最近も結構きっちりしための役で、あの、またそれも、あの。 元彼の遺言状っていうのに出させてもらっていたんですけど、そう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 。はい、実はね、あのね、だから十話でしょだから今ティーバで明日まで、で明日十一話が配信されるんで、はい、それまでの間だけ見れるんでね。 ティーバで無料でね。ティーバで見逃して、はい、無料で見逃して。元彼の遺言状、月九の泉洋さんと綾瀬はるかさんのやつ。ね、実は渚さん出てますんで、皆さん。そうです。はい、いるんです。実は。こんな感じ。のシーンにいたよい。はい、います。はい。皆さんちょっと探してみてください。はい。ぜひ探してみてください。はい。渚さんを探せ、お願いします。渚さんを探せってみましょう。で、まあ、バスケット関係だと、まあ、ね、あの。ウィンターカップ2018のバスケット、バスケットライブの公式アンバサダー。懐かしい。はい。 もう何年前ですかって話だけどやっていたり河村君が2年生の時ですね、河村選手が。もう今は村いですねじゃ直接なんか話しかけに行ったりとかしたのいや、それが、直接はインタビュー私できなくて、そうです私はできなかったんですけど、誰かしかしてた、今谷さんはしてましたね、そのとき、バスケットライブのコンテンツで今谷さんが。はい 私は他の選手とかを追って、でもち横目で見てました。なる,なるほど、なるほど。いや、まあ、それで、まあ、一緒にバスケットボールダイナーでね、動画一緒に撮らせてもらって、はい、YouTube、ね。まあ、一応、はい、渚さんの SNS とかね、そういうリンクはあの全部ね、概要欄に書いてありますんで、Twitter、はい、ツインスタでぜひフォローしていただけると嬉しいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。あと、なんか告知しておきたいこととかありますあ先に告知いいんですかそうしましたらそうだ、ね、告知としては今週の、えー、火曜日かな。 6月21日にラジオを、うん、あの月に1回か2回出させてもらってるラジオがあるんですけど、うん、ハッピーアワーパーティーってラジコでも聞ける、うん、ラジコですよねでも聞けるんでよかったら4時からで今回のテーマがあの仕事も遊びも一生懸命っていうテーマなのでよかったらコメントお待ちしております<ー>コメントっていうコメントじゃないかはがきおはがきメールメールでそうメールでおはがきが今回の送れる感じになっててあ,あそうなんだへえ ハガキ的なメールをコメントいただけたらそれラジオの時にもしかして読め,読めるかもしれないのでみんなが何に仕事を頑張って何に遊び、まあ、遊びっても,もちろんみんなあれだと思うんですけど皆さん <laughs> <laughs> 全力でやっていることはもちろん、はい、バスケットボールかなって思うんですけどはいビーリング観戦とかでぜひお話をお待ちしておりますはいじゃあ後でちょっと僕もチェックしておきます、うん、はいありがとうございます、はい こまっちゃん、こんばんは、なぎちゃん来たね、<あ>痩せた。んん綺麗さ、増し増し、つってるけれども。えー、嬉しい。あの、フルマラソン走るから、ちょっと痩せたかもしれない。痩せたよね。うんうんうん、はい。あれ、はぐえ、あれだっけ、秋、秋だって走る。あれ、秋0月なんですけど。<ん>岩手の盛岡シティマラソン、フルマラソン、今年、あの、それは。 えー、アンバサダーで走らせてもらうことになっているので、えー、しっかりあの今までのベストが、えー、5時間14分か16分ちょっと忘れちゃったんですけどなんで5時間を切れるように4時間台で走るようにが今年の目標、うん、マウント取っていい3年バルマウント取って俺フルマラソン4時間7分走ったから、はい、10年前の話だけど走れたんすよ走れたんすよ 時間そうサブ4を目指して練習したんで。すごいサブ4、がっつりサブ4だ。4時間前半だったら。うん、狙ってたんですけどダメでした。那覇で、那覇マラソンで4時間7分でした。うん、おー、いいないや、みんなナイトドクター見てました、って言ってるよ、結構。あ、本当ですか ?1 年前のこの時期。あ、すごい、もうたってみました。ありがとうございます。もう1年経つんですよ。経つんだえ、えー、そっかそっか。うん うん、めちゃんバスケ観戦しかありませんっつってる<だ>趣味がね多分ね。いやですよね、<laughs> めいさん。<laughs> はい、同じくです。まあでもさ、あのね、そのダイナーでね、最初やりだしたときはさ、なんか本当にちょっとよく分かんないこと言ってるの、うん、この子って本当、最初思ったけどさ。<laughs> いやー、本当ですよね。<laughs> うん、でもあの、だいぶ本当に。 なんいうの成,成長したってなんか僕が言うのもおこがましいというか偉そうで申し訳ないんだけどさだいぶいろんなことをさ最近さなんか慎太郎さんとも話しててもさ、うん、なんかこう、ね、的確に答えられるようになったっていう感じがね、はいうん、あってあ<ー>なんかそれはどうな、あのー、自分の中でうんやっぱそ見,か見るところが変わりましたねあ<ー>初めのうもうきっと初めはザ・ B リーグ女子って言われる感じで、うんうん キャッキャ言いながら見てたでそれ悪いことじゃない悪いいことじゃなでもそこでなんか,なんかみ皆さんと YouTube やらせていただいてその選手の,やっぱそのバックボーンだったり、うん、そのどこどこ高校どこどこ大学でこういう経緯があって今こういうふうな活躍されてるとか知っていくとさらに面白いってことが分かった上でなんか見方がちょっとまた変わっていって、うんうん、それで前よりなんか喋れる喋、うん、れるというか。 ちょっと前と違う視点で喋れるようになった、うん、あ本当本当本当そう思うよ。って思います。あと取材とか行かせていただいてたのは大きいですね。確かにね。3X とかも行ってるもんね、はい、取材、ねあそうですね。今もそうなんですけど、うん、3X もねあの、相撲さんのコンテンツに取材行って記事書かせてもらったやつ、書かせていただいてって、エクストラパスとかに載せてもらったりとかしたんで、その書くにあたってだったり、その取材するにあたって喋るとかなった時に、やっぱその、 今までの選手たちやその監督たちの考えや思いっていうのを知らないと聞けないなって思ったのが、あ,あのきっかけで前より深掘るようになっていきました。えらい、本当にえらい。すごいなと。うん、ありがとうございます。<う>優しいな。優しいな。<laughs> <laughs> 多分この間、金曜日の夜にね、大な新しいの撮ったんで、面白かったな、あれもね、多分明日か明後日には配信されると思いますんで、僕の編集次第なんですけど、また楽しみにしていただければと思います。そんななぎちゃんと、い今日はね、なぎちゃんが B1 の中で一番推しております、川崎ブレイブサンダースについてね、話していこうかなっいう思ってますんで、もともとは川崎推しから入ったのかな、最初。 そうですね私の大学の時にバスケットボール一緒にやった友達が川崎のファンだったっていうのもあって、うんうん、でその子たちに連れてってもらったのがきっと2017年のシーズンなんで17、18シーズンで川崎にそこから、まあ、やっぱりあの初めて見てひよこのように、はい、追いいけていきました <laughs> <laughs> 17、18シーズン2年目か B リーグ。ういや3 18、12年目あじゃあ結構もう長く見てるんだね、やっぱりね。でもその時は、ちょっと舞台がいっぱい入っちゃったんで、そのシーズン1回しか見に行けなかったんですよ。あなるほど、なるほど。はい。で、その翌年のシーズンから、がっつり見に、ほぼ毎週、仕事がなかったら行くみたいな感じでした。え熱心だよね、結構行ってるもんね。うん。いや去インスタ過去振り返ると気持ち悪いって なるほど。はい。なんで、そうね、はい、まあ、いつも通りですけれども、まあ、今シーズン20、2022、うん、20、あ、ごめんなさい、21、22シーズンの川崎のはいことと、えー今、オフのことと、来シーズンのね、えっ、ー、と、22、23シーズンのことをね、今日話していこうかなって思ってますんで、よろしくお願いしますね。お固まったかな大丈夫かな大丈夫かなみんなイエーイつって、はい。みんなイエーイつ,、はい、つってる。うん,うん、うん。川崎、はい、ちゃっちゃっちゃって、お茶さんからもらってますね。<laughs> <laughs> <laughs> すごい嬉しい。ありがとうございます、はい、皆さんね。うん、ありがとうございますまず、ちょっとじゃあ今シーズンのロスターから話していきましょうか。はいね、振り返りも含めてね。昨シーズン、はい、あうん、いや、今シーズン。あの今シーズンか、6月30日まで。6月30日まで、今シーズンう定義なんで。契約継続選手は、ねまあ、こんな感じで出てましたけれども。うん <laughs> 辻選手がね、やっぱり対談っていうのがね、結構ショッキングな、はいいえー、ところから始まりましたけれどもね。うで,で、まああと、大塚選手をつけくん、大塚瑛斗君がアルティーリに行ったというところで、シューターが2枚抜けちゃったよ、どうしようか、これからね。 始まったたシーズンでしたそんな中で前田智君を富山から獲得して、うん、マット・ジャニングね新しい外国籍選手を獲得してその代わりにカルファニがいなくなってしまったというねそうなんですよ松本さん。い <laughs> か <laughs> <laughs> れてしまいましたね。はいうん っていうところでまあちょっとねウィングがの選手が変わってプラス外国籍が来たっていう感じだったんでまあどうなるかなというシーズンではありました。そうですね。あとやすがやすが篠山。あそうだやすも抜けちゃったからね。大好きなやすが。大好きなやがね。はい。二人で行っちゃった。はい。セットでね駅前留学してしまいましたんで。そうですね。やられましたね駅前留学。やられましたとか言わないで。はい。 まあ結果的にはね、あのレギュラーシーズン42勝13敗、うん、勝率7割6分4輪ということだったんで、まあ、うん、まあ、勝ったよね、東地区2位ですか。いや、うん、本当に。はい。ただ、まあ、ね、あ、ね、セミ、あ東地区の中でもすごい、えっと。うん。で、チャンピオンシップはセミファイナルで、宇都宮にね、負けてしまい、2連敗で負けてしまいましたけれども、これもだからさ、昨シーズンもそうだったじゃん。うん 本当に大丈夫そうですよ。聞こえてる大丈夫ちょっと止まってるちょっと止まってるちょいちょい止まってますね。タイムラグは大丈夫です。ちょっとだけ、ちょっとだけありました。でも大丈夫本当今戻った気がします。宇都宮に負けちゃって、もうこれですよ、宇都宮の。こああ、そうなんですか。はい。今ちょっと急に脱ぎ出してからドキッとしたわ。大丈夫かなこの子。はい。 慎太郎さんの、ねちょっとね、サイトの,あの数字をちょっと見ると、はい、結局その、ショットの確率はまあまあ良かった今シーズンに関してはスリーポイントの確率も、まあ、あの全体リーグの22チーム中6番目で 2>,、はいえっと、2の確率は1番だったんで、まあ、すごい良、ね、かったなっていう感じではあって、まあ、そんな大きく変わってないんだけれども、うん、フェンシブレーティングも、えっと、リーグで3番目。はい 3番目にオフェンス、よくなるチームだった。ありがとうございます、りょうさん。こっちは正常に見えていますよ。はい、ちょっと流しますね。ありがとうございます。スーパーチャットいただきました。日本のバスケにスーパーチャットしてるのって話、はい、いいありがとうございます。<laughs> シンタローさんの声聞こえてるしンたろさんやん。あ、そか、はい、聞こえてんのか、そかそか聞こえてんのか。聞こえて、はいあ。そうだよね。あの、え、今日なんかスパチャ、うん、あれだと、なぎしゃのなんとか台とかになるの、今日。何になるかな、私の写真集出ますかね。<laughs> <laughs> 写真集 <laughs> 写真集写真集写真集何？クラウドファンディングみたいなの。クラウドファンディング、そんなななくて大丈夫です。写真集。<laughs> アリーナめぐる写真集マンセンサシーズン始まる前は川崎優勝してたけど何が足りなかったのかねうん。ヒロトさんえー、マットが来たのが大きいりょうさん買うってよさくらさん熱いってよ太郎さんビキニでお願いします <laughs> ビキニ <laughs> ビキニでビーニング見に行く女 <laughs> やばいなそれやばい退場 <laughs> うん ディフェンスもさ、だからさ、ディフェンシブレーティング、いわゆるその純粋なディフェンス力も、えっと、リーグで4番目に予は4位だったんで、そうですね。すごくバランスがね、取れていて、いいチームではあったし、結構いろんな人がさ、今シーズン、まあ、天の入取ったのもあったんで、川崎優勝っていうことをね、いろんな人が予想していたと思うんですよ。はい、そうですよ、本当に。悔しかったな、本当に。 いやもうゲーム1の時見に行けなかったんで仕事で,でゲーム2現地にファイナル行ってたんですけど勝てると思っててそうですそうですセミファイナルのうん、うん、ゲーム2宇都宮だといます、うん、で勝てると思ってたんでゲーム3勝ってたんですよ、うんうん、チケット、うんうん、なかったからもう帰り一緒に見に行ったのがその初めて私を川崎に連れてってくれたメンバーの子たちと行ってたんですけど帰りがもうすごかったみんな。<laughs> そうだよね。まあちょっとね、パブロがいなかったみたいなね、ちょっと深くて要素というか、はい。まあちょっと不運もありましたけども、青田さんありがとうございます。写真集制作の資金にしてください。こんな金額じゃ。いや、全然ありがとうございます。えっと、これでも本当作らなかったら詐欺になるからね、本当にね。ありがとうございます。えっと、どれだ、青田さん。このチャンネルのおかげで、B リーグの知識が深まったんで、めっちゃ感謝しありがとうございます。書かせていただきます。あ、慎太郎さんいるじゃん。はじめまして、川崎ファンです。だって。 めい、ね、ちゃんまだ悔しくて泣きそうですいやー本当に帰りお通夜でした私たちそうなんだう、はい、歩いて帰りながらもうじゃあご飯も食べることもなくなんかちょっと散ってったみんな <laughs> うん、まあ、あの試合だけ見るとねあれだけどやっぱ藤井選手をねしっかり抑えられてしまって、はい、全然仕事させてつかボール持たせてもらえなかった、ね、いい形でっていうのもあったし、うんはい まあどうしてもファジーカス、うん、ヒース、ジャニングはほぼほぼフル出場で、うん、まあジャニングはねちょっと良かったけどね、最終的にはね。うん、いや、本当によかったですね、はい、あちょっと、うん、藤井選手が、ね、のタイムの時間とかもジャニング選手がそこはあのめすごスが大きかったと思いますし,、うん、しあのシューターなのにあのゲームメイクできるっていうジャニング選手が今シーズン、まあ、さ今シーズンいて、うん、来シーズンもいるっていうのはすごいまあ安心であるなっていうところはありますね。うん だからまあジャニングの怖さはみんなね持って知ってはいたもののやっぱりでもなんやかんや決めてくるじゃんどんな形でもすごいからさしかもまだ1年目だしね宇都宮との後半の時とかいや本当にでもニックとの相性がいいなってすごい見てて特に今回宇都宮のゲーム2思いましたねなんか IQ 高い同士のこの合わせみたいなところが 藤井選手の。ああ、そうですね。えっと。パブリの舎ででかかったっすよね。小田さん、ゲーム2終了後、ジャッキングが宇都宮のロッカーに来て遠藤に声かけてたの感動しました。人間性が神ですね。あそういうことあったの全然知らなかったわ。なんかツイッターで見ました、私も。和真さん、やっぱり日光疲れさせたの大きかったと思います。あさこさん、藤井選手の涙に涙しました。 えーっと、おおライルさん優勝コレクターの名前は立てじゃないと、ジャニングのことかなそうです、ねはる。はるかはるかさんとあのはるちゃんかなえー、っと、天の入もそうだけど、<あ>点差詰まってきたところで、えー、冷静に2ポイント入れてくるジャニングは神だった。うん、ね、うん。 まあそうだねだから、まあちょっと、まあ、優勝してても、だから俺本当に昨シーズンも宇都,宮宇都宮じゃないと川崎優勝するだろうなっとうう思っていて、まあ、今シーズンも川崎からの可能性高いだろうなっとうう思っていたんだけれども、うんうん、いやね、ね本当に宇都宮のディフェンスがすごかったね今、今シーズンも最後の最後でねっていうところではあるからさいやー、よかったですね。うん、はいあと、ベンチもやっぱ宇都宮はいいですね、うん、こうベンチの選手たちも。 川崎もすごい負けてない素晴らしいチーム、うん、私はそう思ってるから、うんまあ、けど、さらにまあ宇都宮、ちらって見たときに、渡辺選手だったり、田臥選手が帰ってくる選手たちに、もうヘッドコーチたちがこうちょっとね、話してる間とかにもう鼓舞してる感じで、わわわわって、こう、うん、もうチーム一体となってる宇都宮ブレックスの力は、本当に見てて、脅威でした。 でも、川崎もそうじゃないいや、ほんとそうですね。優馬くんも、優馬くんと流星もそうです流星さんであったり、はい。その辺はすごいチームだなと思うけどね。やっぱもうそうですね。もうあの試合、チャンピオンシップで戦う両チームは、ほんとに、どのチームですけど、リスペクトですよね。うん、そうだね。いやなんか今いいこと言った風で終わらせたけれども、はい。でもやっぱパブロがいなかったのはな、はい。パブロがいなかったのは大きかったな、CS。 さっき川崎ファンデスって言ったビリーガナリティクスさんが、<laughs> えっと、イカルンイカルンって言ってますね。はい、はい。黄色い人が、まあ、ちょっと。いや、黄色い人が、黄色いこと言ってますね、また。<laughs> タイムラグあるから、うん、大丈夫かな。うん、ちょっとありますか、また。大丈夫かな。うん。 スタローさん、5月1日、アルバルク東京戦、1コーター31歳にはかなり衝撃でした。あれはね、そう,、ね、そうですね。うん、サイズがうわーってなりましたね、見てて。関東さん、えー、渚さん、前より綺麗になってますね、だって。ありがとうございます <laughs> 年を。年を重ねるごとにいい女になっていきたいと思います。はいはいねねねねえちゃんん黄黄色色ここと、ね、黄色いこと言言っっててまますす、ね、本当に,本当に、ね、うんうん はいまあ、そんなあれではあったんですけれども、今シーズン、全部、ねはい、まあ CS まで振り返ったときに、なぎしゃん的川崎の中の MVP 選手は誰だったのかなっていう、MVP 選手日本おかしいね、MVP は誰だったのかなっていう悩むな、でもやっぱり昨あの、今シーズン、キャプテンを務めた藤井祐選手ですね。 やっぱねまあ、リーグの、ねはい、MVP も晴れて取りましたんで、うんうん、すごかったよねかなな、はい、やっぱそのキャプテンとして、今まで竜星さんが築き上げてきた伝統っていうところがあると思うんですけど、その品山選手が築いてきたものをずっと見,じもう見てきたっていうところで、でそこでもまた藤井選手らしい川崎ウェブサンダースっていうところを感じて。うん、なんかその 言霊さんは言霊で発してみんなついてこいってでそれでプレーでも見せてくれる方だと思うんですけど藤井選手はちょっとまあ言葉にするのは不器用だけれどしっかりプレーで見せてくれるしで最後シーズン通してなんか初めの頃はたどたどしかったあのキャプテンの言葉とかそういう試合の終わりの挨拶とかももう最後は本当感情と気持ち今までのリーグの全部ファイナルっていうところを出し切って。 まあ,でも本当そあれはもう言葉にならないその先ほどね、藤井選手の涙に涙しましたってあったけど、本当にあの時は、もう、その試合に負けたっていうことの悔しさもあるけれど、今までこう選手たちが背負ってきたもののすべてを、藤井選手、キャプテンとして、あそこでこう喋りたくないこともあると思うけど、それを、なんかしっかりと涙、涙出そうだけど出ないように、あの喋ってる藤井選手を見たら、やっぱりもう MVP だって思いましたね。 そうねなんか、はい、けっなんか,から見ててもすごいの分かるけどさやっぱそのさ、うん、チームのファンになるとさやっぱそういう部分までしっかりなんかこう伝わってくるじゃん。うん、で僕はやっぱ傍から見ててすごいなっていうのは分かるんだけど、ね、やっぱそういうふうな見方で見てるファンの話を聞くと改めてすごいなっていう風うに思わされるからさ。 なんかこういう話聞くとめちゃめちゃいいなっていう,うに思うんだけどもさなんかこう流星がやってた時とまたなんか違った感じはあったのチームの見てるていやそうですねなんか、うん、その流星さんの時は藤井、まあ、選手だけでフォーカスして今回今言って話したらうん、うん、もう人なんかもうガ,ガヤじゃないけど横でちょっとおちゃらけてるっていう感じで、うん、なんか締めたりもしないし、うん、なんかちょっとにやけて終わるみたいな感じだったと思うんですけど、うん、なるほど,なるほどはい シーズン初めの頃から最後って通していくと本当、うん、どんどんキャプテンシーがどんどんこう根付いているなっていうところがきっともともとそういうこと思っているし感じてるって思ってたんですけどそれをきっと言葉にするのが恥ずかしいとかきっとあるんじゃないかなってその藤井選手もキャラ的に、うんうん、はいだけどそれをこうまあファンも求めてるし、うん、ちょっと俺も変わっていくぞっていう姿勢が少しずつそのプレーだけじゃなくて見えていってやっぱこう 素敵だなって思いましたね、シーズンを通して。うもちろん、だからそのね、はい、スタッツ、ね、数字の部分でもさ、やっぱ本当2桁得点をね、うん、連発していて、うんうん、平均得点が今シーズン14.1、これはキャリアハイですよ。うん、すごい、うん。で、アシストも5.5、えー、これもキャリアハイですよ。素晴らしい。うん だからそういうふうにねもちろんその部分もね、まあはい、言えばさまあそりゃすげえなと思うんだろうけれども、うん、やっぱこうチームとして優勝するっていうことにね、うん、こう向かっていたっていうところはやっぱりさ、うん、ファンは絶対に感じてまあもちろん当然のことなんだけどもねうん、うん、<laughs> みなすげえ書いてくれてるな。 ナギちゃんいいこと言うってめっちゃん言ってるよあ,ありがとうございます皆さん朝、ね、<laughs> 子さんもナギさんさんに、えー、同感ですってねあ,ありがとうございますね、うん、本当そうですよね川崎ブースターはみんなそう思ったと思います <laughs>、うん、あと川崎ブースターじゃなくて藤井ユマファン他のねブースターさんでもいると思うんですけどやっぱそれは持ってたんじゃないかなって思いますね、うん そうだよねまあ、特に昨シーズンから、ねうん、こうスタメンを任されることが多くなって、うんえね、今までも不動のスタメンで、ね、流星だったけれどもそこを、ねはい、藤井君が出てくるっていうのがもう定着したんで、うんまあ、そういったところでも多分、ね、彼の中でいろいろと変化はあったとは思うしでも MVP 取って、まあ、優勝こそ逃したものの MVP 取って。 っていうねシーズン。はい、しい,い。いい素晴らしい。素晴らしすぎる。吉井、うんね、さん言ってますけど、シックスマンから MVP まではい上がったといや、本当うん大に。大競馬が好きと答えたインタビューの <laughs> <laughs> それかわかったですね。バスケ以外の趣味なんですかってなうと、な,なんつだけ、競馬と何かが好きですってなった。競馬と。はい、競馬と何だろう 競馬、ね、子供に質問されたやつで会場に私いたんですよね。あ、いたんだん会場に。<laughs> 会場見てめっちゃ笑いましたうと思、はい、あ、マージャンと競馬だ。<laughs> マージャンと競馬が大好きですっっ <laughs> あれは爆笑でしたね。あ、やっぱ藤井選手っぽいなっていう。 だからその子供に言っちゃうのが面白いよね。爆笑だったでしょ。爆笑それも女の子に言われてたからね。爆笑マージャ教えてくれてありがとうございます。さすがみんな。僕でも本当に藤井選手ももちろんそうなんだけれども今年のやっぱファジーカスはすごく良かったなっていうのがあって。そうんかねもちろんさすごいのは知ってますすごいのは知ってますけどんかこうファジーカスをうまく使えてる よりうまく使えてる川崎っていう感じがあって、うん、あのハイポストでもたれたらもうどうすることもできないじゃんみたいなのがすごくあってさそこから自分で押し込んでっていいでもいいしさロ,、はい、ローポストにいるさヒースに合わせてもいいしさ一歩入っていって、ね、ディフェンスがやってきたらさマットジャニングにさキックアウトしてさで、ね、スリー打たせてもいいしさあのあそこのハイポのニックはほんとによくました、ね。はい <laughs>

めちゃんニックも若返りの薬飲んでますかねそうだよねピュートのまさん、ね、今年のニックは安定していたヨシさんニック、うん、おじさんパワーおじさんパワーあのおじさんパワー可愛いんですよニックが言うとそうねあおじさんパワーって言うもんね<ー>いつもかわいいですよねおじさんじゃないよって思う <laughs> ね全然ねいやでも本当にすごいなんかこう川崎としてニックファジーカスの一番 いい使い方っていうのをオフェ特にオフェンスにおいては使い方っていうの本当に今シーズンは見つけたなっていう感じがしていて特にインサイドが弱いようなチームに対してはもうねやりたい方だったもんね、うん、いやそうですね、うん、そうねさくらさんハイポストのマジシャニックファジーカス小田さん同い年なんだ<ー>ファジーカスとじゃあ渚と同い年だ、うん、<laughs> よろしくお願いします <laughs> いやいや渚はもっと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 下ですからね、うん <laughs> りっ、ね、ちゃん、なぎ <laughs> ちゃん大好きって、なんか急に告白されてますよ。え、すごい嬉しい。ありがとうございます、りっちゃん。待って、さ、モーストバリアブルパンツの常連に行く。そう、僕、毎週月曜日にさ、あのその前節のさ、活躍した選手をピックアップするってやってたんだけど、もう、ファシのように決めるやつ。そうそう、ジョシュ・スコットはもう、毎週のように出てきてたかな、本当に。無双。<laughs> す,ごすごい。<laughs> 大人気、みんながら、うんうんうん。なんかある、なんか思い出深い試合とか、今シーズン、なんか自分が印象を残った試合とか。 いやーでもやっぱそのファイナル,ファイナル、ね、チャンピオンシップは結構強いうん、うん、最後っていうのもあって印象強いですけど、うん、1>, うん1個、まあ、見に行けなかったんですけどやっぱ広島と川崎ダービー、うん、川崎戦は熱かったなって思いましたね。えそれ広島会場のやつえ。広島会場のやつあれはあの友達から友達が行ってて、うんそ,ね、その写真が送られてきたんですよ。 私、バスケットライブで見逃し、後から見逃してみたんですけど、私に送られてきた友達からの写真が、竜、うん、星,星,星選手と辻選手で、で、藤井選手と青木選手のマッチアップの写真が送られてきて、一つの写真に奇跡的に世人写ってる写真があったんですよ。おうってなりました。あれはもうやっぱ川崎ブースターは、現地行ってる方も結構多かったツイッターで。そうだったよね。 すごい感無量だったんじゃないかなっていう行きたかったな4月のちょっとねちょっと遠かったよね遠かったですね会場もちょっと駅から遠いっていうあれだと思うはい来シーズンでもやっぱ行ってみたいなと思いますね広島にもいいよね村井駅もいるしねそうですね2人ともいるんでめ郁ちゃん凪ちゃんあとで写真送りますって言ってるよよかったじゃん えー、ありがとうございます思えるちょっと今古昌、はい、さんから船ありの篠山藤井選手は特に気合い入っているように見えるんですが、はいはい、川崎ブースター的にはどうですかっていう感じなんだけど。えー、選手ととマッッチアップってことなのかな、うん、なんかさちょっと川崎あんまり千葉得意じゃないのかなっていうのを結構今シーズン感じていたんでーん僕 CS で川崎と千葉あったり たらちょっと川崎あれかなってちょっと思っていた部分があったんだけどあ本当ですかうん、うん、なんか私高さで勝てるかなってとこで、うん、宇都宮よりは千葉が来て欲しかったんですよね、うん、あそうなんだ私は、ま、うんうんうん、うん、まあそうねでもまあ 気合どの試合も気合入ってると思うけどね。でも特にね、そうですねやっぱ上位チームというか、うん、やっぱ CS で多分戦うってことを考えれば、うん、気合入ってたんじゃないのか。でもその広島戦の方が気合入ってたんじゃないのかなと思う。入ってますよね。<laughs> ね、いい意味でお互い気合入りますよね。よね昔ファミリーだった仲間たちとの戦いは。うんうん、<laughs> えっと、メイちゃんその後のボロ負けした宇都宮戦が忘れられません。ちょっと、ああ。 えボロななくないたぶん64対68で負けた4月の20日負けた試合があるんだよね。<ー>うん、超絶ロースコアで。その前30点差で勝って<か>広島には勝ってんだけどね。そうですね。天皇杯かなごめんなさい。森田さん ニックに目が行きがちですがヒースとパブロも全体的なバランスとっていてすごく素晴らしいその通りだね。うん、いや本当そうですねそニックがリバウンド取らない分2人が補ってくれてますからニックも取りますけど飛び込むタイプじゃないから、うん、そこはヒースとパブロがいないと川崎のリバウンドっていうところは弱いと思うんで。うんうん あの2人がねだから本当にオフェンスもディフェンスもね安定的にやっぱり活躍できる選手で本当に大黒柱とか屋台骨になってるなって感じるように見ててねいや本当パブロはスティーローだったりしたんで今シーズンは本当にいてくれて回答ありがとうって感じです本当にちょっとこの後ねそのパブロのことは後でまた話そうかなと思ってますけれどもうん えーっと皆さんありがとうございます。全然読めなくてごめんなさいね。ねうん。キルハさん、ライブ初めて来ました。初めてか、推しのチームで幸せです。おお、めちゃめちゃ嬉しいですね。えー、ありがとうございます。コちゃん、等々き駅から遠かったからめっちゃいいアリーナ。いや、めっちゃいいアリーナだったよね。いや、本当にいいですよね。だってよね、過こけなした、はい、いいアリーナだよね <laughs> いいアリーナです。はい、<laughs> でも,も実際、俺、会場で渚と会ったことない行くないいや、ああ、あってはないけど、 レバンガと北海道の時に、うんうん、レバンガと北海道の試合ね <laughs>、うんうん、何その色違いとかで出てくるの <laughs> あ、まあ、それは <laughs> あのストリートファイターの色違いみたいなのが出てくるの立 <laughs> ち日でアルバルクとレバンガの時に相撲さんがあのレバンガワに座ってめっちゃ応援してるのを一階の席で私もあの時すれ違ってはないですかすれ違ってありますよね喋ってないかな すれ違ったら喋るだろさすがに。<laughs> じゃあ見てた見てただけ私が。えい,いつコンシーズン？いやいやコンシーズンじゃないですもう二年前ぐらい。あ,あじゃあ全然覚えてねえわ。<laughs> ね、<laughs> <laughs> そっかそっか。まだあの声出せる時だったんで <laughs> めっちゃゾウさん声出してました。ちょっと結構前かもしれないね。結構前ですね。うん、それでしか会場で見たことないしお会いしたことない。そうだよね。つあったことにだって二三、はい、回しかないもんね。 そうなんですよ。ね毎週喋ってるけど、実は2、3回しかないもん。ごめんなさい、雑談した。はい。すみません。はい。リアルにズボンさんが存在してるのか、ちょっと疑うな。何の話したっけえっと、天皇杯、天皇杯どうぞ。天皇杯そう天皇杯のそのあの笑顔を忘れられないっていうのがありますね。ああ。はい。 2連覇ねしてね、その勢いで、ね、B も、ね、ファイナルも取るだろうなと思ったりとかしてるけどさ、<う>うん、して思ってたけどさ、うん、リーグ優勝と私は信じてました。そうだよね、だからちょっと、うん、まあ、来シーズンまあ、でも続く、ね、あのじゃあオフの話しようか、はい、オフの話しましょうかね。えっと、現状ですね。 あれ動いてる大丈夫はい藤井選手篠山選手増田選手前田選手鎌田選手ニクファジーカスマットジャニング熊谷恵奈央や長谷川拓海上段ヒースというねまあ10人かな10人は契約継続ということで一気に。 出ましたはいはいでい<や>新潟から能く君を獲得はいはいで重工賞に綱井君とパブロが出ているいっいでヘッドコーチは変わらずということが出ていますね、うん、はい、うん、はいなんでまずどっからいこうかパブロの話しようかじゃあパブロアギラールいやー、ね、はいい,やいい選手じゃないですかいやもういないといなくなるって思いましたね なんか新日課でもあったから、うん、まだまだいてくれるってすごい思ってしまってた。反面、今回自由交渉リスト上がった時に衝撃でした。まあ、そうだよね。はい。それパブロ。二人で話しちゃった。はい。<laughs> あ、いよ、いよ、いよ、パブロどうぞ。いや、パブロはそのフリースローもちゃんと入るし。うん、リバウンドしっかり取ってくれてっていうところも、そのスティールオーはもちろんなんですけど。もうすべてしっかり、あの。 基本当たり前のことを徹底してやってくれるナイスガイってもうなかなか外国籍の選手でこう見つけてきたね、うん、その北さんたちもすごいですけど、うんうん、そこで、ま、今回川崎にマッチすごいしてたからこそ、うん、あの抜けることがすごい悲しすぎますね。そ、うん、そううだだだだよよよねねかからこ、ね、言うてもだからももパブロよりもいい選手 もちろんね、世界中探せばたくさんいるとは思うんですけどたくさんいるていう言い方もしてるかもしれないけど、とはいえさ、やっぱその川崎にはまるとかさ、日本人とうまくやれるとかさ、日本のチームでうまくやれるとかっていうことをいろいろ考えたらさ、なかなか簡単なことではないなっていうふうに思うからね、本当にそう思っている、パブロ以上の選手連れていくのが大変そう。いや、本当ですよね。でも、カルファンの時も思ったんで、カルファン選手の時ももでそれでも。 絶対的に見つけてきてくれる川崎を信じて、うん、まあそういう選手がさらにカブルより上にいく人が現れ,、うん、現れるんじゃないかって選手を期待してますねきっと、この今いる B リーグの選手じゃやっぱないんじゃないかなと思います。もそ,っるそこは完全に 海外から新外国籍選手を連れてくるんじゃないのかなっていうの思うよね。うんうん、こそパブロはラインナップに多様性をもたらしてくれてかゆいところに手が届く存在だなと思ってました。そうだからなんかビッグマンだけれども結局オールラウンダーで何でもできちゃうみたいな感じがあるからさ。そこってすごく重要なことだよなってう思うしね。ね<ー>うん ええー、ヨッシーさん、やっぱスペイン代表もしていたし、したこともあり、えー、バスケット IQ 高い、まあ。めちゃめちゃ高いっすよね。うん。うん、アンさん、パブロの代わりになりそうな、日本でなりそうなのが日本ではあまり見つからない。ファジーカスのディフェンスなのうまくヒース、パブロで埋めていたし、埋める意識がありた。いや、ほんそうですね。ん。うん。もちろん、やっとニックとビアができてきたのに えだってやっとに行くのね。恥ずかつそう見分けがね。なかなかね見分けがつかない。髪が長かったりする時もあったからね。はい初めてそれは私もねありました一瞬。誰が言ってるそれ？ライルいやいやあのコマちゃんっていうね。えいコマちゃん？あ富山の？富山そうそう富山のファン。うん爆笑。面白いよね。面白い。コマちゃんさすがワードセンス。 さんパブロはロールとも仲良くしてたし、代わりが効かないよって泣いてるけれど、もいやロールも寂しいだろうな。いや、本当そうですね。そろそろブレイビー君復活してくんないかなって僕は、ここに来て。リーグ優勝手前で来てあるかな、じゃあ。そうかもしれない。電撃復帰があるかもしれない。雷リーグから。雷リーグから、はい。稲妻落としてもらって。やっぱリバウンド取れる選手。 うん。サ子さん、パブロ、コートに入る選手にハグするシーンが印象的です。なんか僕、全然そういうの分かんないんだけど、ううああ、でも分かります。はい、うん、もう、こう、がって、なんか、えー、お父さん的な感覚もあるんですよね、見てて。なるほど安心感が、はい。うんうんうん。パブロは、いすごいな精神的にもみんなきっと支えだったんじゃないかなって、勝手に、ブースター的には思いますね。カルファニ、ね、もね、ちょっとあの、怪我しちゃってるから、今。うんうん 売ルぐらいで、うん。そう、あ、帰ってくるかなって言ってる人がいたんですか今。いや、じゃあ俺は帰ってきてほしいなと思ってるだけだ、ね。ああ、そういうことか。うん、<laughs> 若崎さん、えー、NBA からバリバリの現役選手を連れてきてくれないかな。どうなんだろうね。いや。なんか結局そのこの力で勝つっていう感じじゃなくなっちゃってるじゃん。その B リーグ自体が。 琉球とサ宇の宮がサファイナルに行ったっていうことです、ねはいうん、そうもちろんそこである程度までは勝てることはねあの証明しているチームもありますけど、うん、だから本当にこうユーティリティでありオールラウンダーみたいな選手の方が今の川崎には個、ねうん、の力でガツってくるよりかはいいのかなっていうふうには思ったりもしちゃうけどね。うんうん ラさんティップオフ直前にスタートアウトハグします、ね。へえ、そうなんだ。うん、テツさんも言ってくれてるし、ま、開始時にサメにハグします。うん、えモジャスさん、みんなフブ,、えー、ブロ大好きだったよね。好きだよね。うーん、うん、<laughs> メイちゃん、カルファにー、カてファニつない選手にも期待したんですよね、ちょっと。ああ、まあね。<laughs> 買ってください。つ、は、ない津内選手は、まあでもさ。 あのちょっとね、まあ、あのポジション的に2番とかって、ねうん、表記されてるけど、ね、基本的にやっぱ3番手っていう感じだったんだろうけれども、ね、ちょっとなかなか難しかった部分もあったかなうん,うんそれはありますね今回はい、うん、そうでまあそこにね能見くんが、はい、新潟アラベレックス BB から来ましたけれども、はい、なんかねあの結構僕この間そのリリースのした時やった時に結構ビビったんだけどさなんか結構みんな3番手に能見くんを使うみたいに思ってる人が結構いたと思う、はい っっぽかったんだけど、はい、そういう感じじゃないだろうなって僕は思っていてどちらかってウイングとも一緒くたにしてなんかダブルガードみたいな感じでローテーションの中に入っていくようなイメージでいるから、まあ、彼があの全然ベンチを温めるっていうことはなくなるだろうなみたいなあくまでつない君のそのイメージのどこに入ってきたとかそういうふうになってるかもしれないけどうん、うん、そうですね確かにそうそうそうだからバリバリプレータイムあると思うんでうん 昨シーズンの新潟の、ね、活躍見てたらそう思いますよね。そうだね、もうだってね、日本人ではやっぱり能君がやっぱ中心だったから、明らかに。うん、そうですね、新潟は特に。そう、藤井能見みたいな感じだったりとか、篠山能美み,みたいな感じで出てきたりとか、うん、でそれにプラスウィングの選手とかも順繰りだから、入ってくるような、うん、もちろん彼が一人で会えときもあるかもしれないけれども。そうですね、うん 若崎さん、そうですね、まスすサと悟るとのプレータイムを奪う存在っていうか、そこをね、やっぱり競争になるかなっていうふうにそこの辺のタイムシェアは、本当、その時期とか、その試合のコンディションでだいぶ、賢治さんがこう変えていくんじゃないかなとそうだね、あともちろん対戦相手にもよってね。確かに、確かにそうですね、それはあるかもしれない。自分たちのバスケ部のが一番ではあるけれども、もちろんタイプとして。うん まあ、ディフェンスもできる選手なんでその辺をね、うんうん、やってくるのかなっていうのを思うんでいやこれはだからさ本当にでかいよ、ねうん、いやめちゃめちゃ大きいと思います1番 1> 2>, 2番できる、うん、<う>若い選手、うん、今まあその絶対的なねもう本当に篠山選手と藤井選手がいる中での特に去年まではその青木選手にすごい期待してたんで、うん、そこのガードっていうところでやっぱこう 中堅ででありで、そのやっぱり米津選手もまあちょっと今シーズンはね,ね期待来シーズンは、ね、期待してますけど特集を。やっぱそことそこの差が今川崎すっごいガードのところで、うん、あのピースがすごいなんかね、うん、差が年齢とその経験値っていうところに差があるんでやっぱりこの中堅として活躍してくれて今後の川崎のガードをしょってってくれるってまあまだまだその竜星選手もあの藤井選手もまだまだ川崎でねあの顔張って欲しいんですけど。 やっぱいないとちょっと心配になってくるから。<laughs> 言うほど言うほどもうあれじゃないよ。キャリア終盤ではないよ。今一番ピークぐらいじゃない、ね、まあ今ピークぐらい。うん、らそこでやっぱこう、差がで生まれるよりはここ全員がこう、精査タクしててくれたら面白いじゃないですか。もちろんもちろん,、うん。だからやっぱそこで能ー選手にこう、サシー、来シーズンがすごい期待しちゃいますね。うん、うん ちゃんと渚さんはほんとれるようになって僕は嬉しいですよ、えー、本当に、はい、そんなことですなんかねあとね川崎のバスケが大学生の頃好きっていうそれでみんな結構、うん、SNS 上で燃えてたんですけど能見選手が学生の頃に川崎のバスケがすごい好きですって言ってるコメントしてな何かがあるらしいんですよへえー、そうなんだそうなんですよやっぱすごい知ってる方はすごい通な方っていっぱいあるじゃないですか、えー うん、でなんかその時の言ってたコメントの何かがあるらしくてそれはどこにあ行ったんだみたいなのですごい盛り上がってるツイート私はこう見てて発見したんで<ー>なんかそういう技、ま、から好きって公言したっていうので川崎に来るからそれもすごい嬉しいなって思います、ねうん、なるほどね。はい、じゃ本人としても本当願ったり叶ったりのそそ、ねうん、そう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 だと思います、ね、そうですね。うん と、さくらさん、そうっすね。脳みその獲得バックコートがね、幅出ますよね。うん。めちゃなぎちゃん、いいこと言うなって、なんか、めちゃん普通に、個別に、僕に、うん、なぎちゃん、すごい。なんか、バスケのことを話すの、上手くなりましたよねって言ってたよ。本当ですか。うん、嬉しい。皆さん、ありがとうございます。なぎさんも、めいちゃんもいないから言うけど。うん。<laughs> <laughs> 伝えておきますねマエタがもう一歩二歩三歩ぐらいちょっと活躍してもよかったよねってちょっと思ってそ、ね、彼のねその富山での活躍を知っているともうちょっと活躍してもよかったかなっていうシーズンにはなって。うん もうちょっとプレータイム上げてもよかったかなとか、ちょっとそうだ、ねうんうん、まスリーの確率自体はそこまでがくんと落ちてるわけでもないし、うん、まあプレータイム10分ぐらい減ってるんで、得点も半分ぐらいになってるのは仕方ないんだけれども、でも要所要所で、ここ欲しいよねっていうところでさ結構さ、まあ、そのガツンと入れられるような選手なはずなんだけれども、そういう,なんかこうインパクトがちょっと今シーズンは感じられなかったかなというのは正直なところかな。ははい、はい はい、うん。まあマスがめちゃめちゃどんどん今伸びてるんでちょっとマスに飽きたりです。マスね、マスのポストプレイも綺麗だから本当にね。はい。あ、兵庫出身なんだノミ君。あ、そうです。神奈川出身です。なんか今回コメントでもこの自分の地元で今回やらせていただくことになって嬉しいですみたいなことも言ってくれてたんで、やっぱ地元愛というか。 やっぱ地元って大切にしたいよなっていうところでもいやだからね、本当にもう本当になんかみんなさこうなんつうの,その、どこ行ってもスタメン張れるような選手ばっかりじゃないですか、そうですね、本当だからそういった意味では、本当にベンチの層は厚いから、なんかこうね、みんなのチーム力で勝つっていうのが、本当にこう備わってきてるチームになってるからねっていうのがあるよねうん,うん、うんうん えー、マントヤさん、来季はマスーとノーミくんの同級生コンビ。あ、同い年なんだ、彼らは。そうなんですよ。そっかそっか。えっと、おおお、おお、おうん、みなつさん、ノーミくん、なじもうと、馴染もうとしすぎず、自分のプレゼンメン出しをしますそうっすよね。うん。めい、うんえー、ちゃん、慎太郎さんにマスのメンターをお願いして、どういうこと <laughs> どういうことう、ね、すごいポジション。 まっすーのバックダウンややこしいな。あポストプレイはほんとすごいよね。スル,スルスルスルって綺麗に抜けてね。ねはい、なんか知らぬ間にフリーになってね。そうですね。すごいマス はいまあ、あと今シーズンは、まあ、来シーズンの話おしです今シーズンの話になっちゃいますけど、はい、熊谷選手とか長谷川拓実選手、うん、ちょっとね怪我がが心配だった部分もあったかなっていうところで、うん、まあただ来期も、えー、継続っていうことなんで、まあ、これが本当万全になってきたらねだから最後さ、さ、うん、熊さんとかもさ最後さ、うん、よかったですよなんか結構スタメンで出てくれたりとかもしてたここに合わせて来たんかぐらいのあれでしたよね。 なんだろうあの,あのサイズ感であの動きができてね、ね、はい、ダンクもできて、3も入ってっていうさ、はいうん、今シーズンめっちゃ3の確率いいじゃん、35%、1.68本っていって、ちょっとけがに泣いたんでね、半分ぐらいしか出れてないですけど、ね、シーズンプレータイムもちょっとね、うん、多分キャリアで一番少なかったけれども。うん、うんうん でも能力を考えたらやばい選手だからね。やびあいですね。やびあいですよ。やびあい、なんか緩い絵描いてますけどよ、クマの。あ今日着てくれよ、か持ってる持ってるカレークマ買ったの。黄色い T シャツ。あ、そうなんだ。俺今、ツイッターのアイコンの T シャツだよ。あっ、え、インスタもインスタも買ってましたよね、きっと。本当はい、黄色い T シャツのアイコン。そう、黄色い T シャツだった気がする。うん、すごい気に入ってるんで、僕、あれ。カレークマ。うん えーえー、っとショートさん、<や>誰も競馬さしなければ優勝、その通りですね。うん、いや、今回、ねな、マジでこその来シーズンの,あのね、もうし絶対、天皇杯とリーグ優勝っていうところは絶対やってほしいって思ってて、うんそのね、3地区になるじゃないですか、来シーズン。中地区、ここ、トップで絶対、まずリーグ通過ああの、中地区通過しないっていうのは絶対的だと思うんですよ。そんなこと言ったら中地区の他の他 クラブのいやでもそれはもう川崎としては史上命題でしょそれはもうやらなきゃでしょってなってると思うよそうですよね渋谷川崎横浜新潟富山新秀三園三河はい、うんうん、まあでもね他のチームまだ全然組まれてない決まってない部分があるそうですねこの段階では何ともない,い、ねうん、部分もあるけれどもうん、うん、ではもう優勝を間違いなく目指してくるでしょこれはねですよね もうそのまますぐ残りますっていう形になってリリースモンスの川崎さんは早かったんでブースターはみんな安心したんじゃないかなと思いましたけど一気にわーって出たんで確かにねやばいなちょっと他のクラブじらしてるからなあとこれで外国籍一人入れて毎年12人で行くようになりました川崎はねそうだよねだから外国籍が多分7月 中盤ぐらいには出てくるのかな、新しく新規獲得であれば。そうですね。と思いますね。それで揃っていう。今さっき拾いたかったのだったんだよな。なんか。えっと、困。黄色い慎太郎さんに怒られ。はい。そう、黄色い慎太郎さん回もやりたいんだけどね。やりたいですね。そうですよね。黄色い回を。今日はブレイブレッド回ですから。 まちゃんはサトルもう2年目だしもっとガツガツ行ってくれじゃないと富山ブーサーが悲しむそうだよね、うん、やっぱり前のチームでね、うん、あれだけ活躍してたと見てるとやっぱりねっていうのはあるよねみ、うんな、うんね、いけるっつってるよみんな勝てるっつってるよいや本当そうですよね,ね中地区で行けますよねまずは優勝してそのまま中地区1位で CS に行ってほしい キングさん B リーグの呪い天皇杯と最高勝率優勝できない説あるからぶち破ってほしいですね。まあこれまあねたまたまだしまあピーキングって問題もあるからねどうしてもねシーズン通じてずっと調子いいってのはなかなか難しいことだからさ。うん,うんですね。うん、まあそれもよくわかりますよね。うん、マット・ボンズ戻ってきてマットボ<ー>・ <laughs> ボンズ。ああ、ボンズよかったよな。うん、ポイントで入ってくれたときよかっためちゃめちゃよかったですしね。うんうんうん あのね西宮行って大活躍したからルーアマンドソンかライアン・スパングラ多分投さわかんないでしょこのライアン・スパングラ一番初めの選手ライアン・スパングラが初年度の外国そうですよねその時まだ帰化してた人ですか違う帰化しないよ帰化ないよ普通に外国籍であんなっけジェフ・ママドゥーっていう帰化選手がいたんであそうそうそっちだそれでバンバが来たんでしたよねバンバは そうそう二年目かか。ママドゥがいなくなってバンバン来たみたいな。うんうん、そう、まだ私がハマる前ですね。うん。で、ルー・アマンドソンっていうね、あの NBA にいた選手が来てねっていう。うん、スパングラーめちゃくちゃイケメンだったけどね。多分僕、B リーガーの今まで B リーグに来た選手の中で一番イケメンなんじゃないのかなと思うわ。へえ<ー>。スパングラー。あ、うん、あ。ジョシュー・デイビスもいたね。うん。 ダバツさん、島根のファンだからね、ジョシュ・デイビスね、島根が連れてきた選手ですからね。何やってんのあの後、スパングラーのあの後のキャリアの、一回調べたけど全然ね、わ、うん、かんない。うん、川崎初年度とかね,ね、晴山ケビンがスタメンとかだったもんね、最初のビリューク開幕戦とか。<ー>うん、懐かしい。マクリンもいましたね、マクリンもね。うん ええ何の話したっっけはいとだからまあでもさ結局その中どうかみたいなそうあのまあある程度継続路線でまあ能見君入れましたとか外国籍入れますっていうところだからまあ強えのは強えよそれだってそうですよねだから絶対に勝たないとですよそりゃ強えよねうん過去由来になっちゃうけどねけが人とかも感情しないでねそこはでも言っても仕方ないことだからまあそれは強いは強いよ絶対にうん だからそれがね、天皇杯もそうですし、ファイナルもそうですし、ね、他のチームの補強もどうなってくるか分からない中でね、いや、本当そうですね。そう、そう、コーチもね、変わってないですしね。そう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 、もう、賢治さんでリーグ2冠取りたいですね、今回、また、そうね、またじゃない今年したいし、今さ、推し選手っているの一人だけだとして。川崎ですか。 個人推し、選手個人しやっぱ川崎だったら、ナンバーゼロですね、うん、あそ,そこは変わらずなんだ。変わらずですね、はい。辻選手が一押しでしたが、<っ>はい、で二押し、青木選手でしたが、その次はやっぱり藤井選手ですね。そっか、はい、一番初めに見た時に、藤井選手がすごいフィジカルお化けだと思って。ううん、うん, <laughs> うん、うん どこからあのエネルギーが出てきてるんだって思った印象のまま、ね、今月日を終えても変わらない彼をやっぱすごいなって思って見てますね、うん、今もで推しですねはい。いジボンさんの川崎の推しとかあるんですか,かえ川崎の推し、うん、言えないいやだからカレークマ来てるからあそっか、うん、クマさんね さん頑張ってほしいなと思ってる、やっぱりあの能力の高さをもっとね、1年間通じて発揮してほしいし、それが川崎では発揮できるチームだと思うんで、僕は。うん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 。ちょっと頑張ってほしいなっていうのは思ってますね。うん。まあ僕はカルファニですね。そうです。吉井さん、そのとおりです。僕はカルファニでした。カルファニですけど、いなくなっきます。ね そうだな。じゃあ、ちょっと引き続き、あと、また川崎も応援していってください、ぎちゃん。はい。はい。川崎も応援していきます。川崎もいろいろ応援していってください。結構いろんなとこ行くもんね、川崎関係なくね。そうなんですよね。はい。それがすごいなと思う。B1 から B3 って今は 3X だしみたいな感じで。すごいよね、それはいやいやでも全ては川崎から始まってるんで。うんうんうん。話がいろいろあっち行ったりこっち行ったり、すいません。はい。ちょうど一時話したいこと話せました。 大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫皆さんがこれだけいろいろチャットくれてるっていうのは本当にね、うん、あの面白かったんじゃないのかなって思ってます。コメント読めないのあったんでね、またちょっとチャット見直したりしたいなと思います。すいません。いっぱいコメントありがとうございます。うん、ありがとうございました。はいはい えとだから、ダイナーもやってますし、ごめんなさい、一、はい、つだけ告知させてもらっていいですか、ねうん、T シャツね、あのね僕、言ってるのがいつも毎回毎回、ここ1週間宣伝してたんですけど、き、はい、そう,そう,そう今日の23時59分まで、うん、だからこれが終わった1時間後までが1000円引きになってますんで、ぜひ、あのー、ちょっとあのチェックしていただけるあれ、リン,ってンカドル届いたから、ちょっと覚えてないけど、そそそそうそうそううズボンのバスケの T シャツとね。ううん、うん、うんん <laughs> かわいいですよね。僕のツイッター見てもらえばすぐ分かると思うんで、ありがとうございます、コケこさん、おもかったです。ズボンさんの毎日のズボンのバスケ、また出たいですし、ズボンさん、毎日やってるの本当にすごいと思う。ああ、全然、全然、なんかあったらまた出てもらって、全然いい。いや、ありがとうございます。川崎会じゃないときも来てみたいです。全然、全然。話したかったら、雑談会雑談会でも全然いいよ。 はい。というわけで。皆さんありがとうございます。あの、メンバー限定ね、この後、そメンバー限定日曜日にやってるんで、今日やりますんで、すみません、最初に言おうと思って忘れてた。メンバー限定、メンバーの方はこの後ね、えっと、10分からやろうかな、そしたら。11時10分から開始しますんで、えっとね、コミュニティ、コミュニティ機能、あの掲示板みたいなところに書きますんで、よろしくお願いします。じゃあ、渚さん、今日はあそこにありがとうございます。皆さん、も見ていただいてありがとうございます。はい。ですか、最後何かありますか いや今年リーグ優勝、天皇杯2冠、川崎が取ります。はい、<laughs> 応援していきましょう。そして、ミーリーグ界、バスケ界盛り上げていきましょう。いし楽しみましょう。ありがとうございました。あり,したありがとうございます。皆さん、ありがとう、バイバイ。ります <laughs> ちょっとまだ読むね。なぎさん、ありがとうございました。皆さん、<勝>ありがとうございました。あ はいまだ寝ないのまだ寝ないのまだ寝ないのはいまだ寝ないの皆さんありがとうございます <laughs> はいじゃあ切りますバイバイはいバイバイ